ドイツ鉄道423型電車は、ドイツ鉄道の S バーン向けに設計された、交流電車である。従来の420系電車の後継並びに、大都市近郊の客車普通列車の置換用として、1998年から2007年に、かけて4両編成462本が製造された。423型を基本とした、派生系列として、 ハノーファー S バーン用の424型、地域列車用の425系及びその2両編成版となる426型が製造されている。2007年以降の S バーン用電車の製造は改良型の422型に移行した。ハノーファー S バーンの423型電車台車部分車内1編成4両で構成され、連接式となっている。 編成長は67.5メートルで、これは420軽電車の編成長とほぼ同じである。車体はアルミニウム製で、軽量化や消費電力削減が図られている。前面は傾斜した、非貫通形状で、大型一枚窓を有しており、上部に行き先表示器、下部に密着連結器を備える。側面は一両につき両開きドアを3個有しているが、 プラグドア方式でドアが閉まっているときは側面がフラットになる。車体色はドイツ鉄道のコーポレートカラーである交通赤色で車体下部に灰色の細体を側窓上部と車体下部に白に細体を有する。また、側扉は白に塗装されている。ただし一等車の部分のみ側窓上部の細体は黄色である。 車内は、両端の運転室の後ろと運転室に、最も近いドアとの間が一等席で、その他は二等席となっている。座席は、クロスシートであるが、両端の車両には自転車を積み込むスペースがある。また、一両目にはトイレが設置されている。また、冷房布である。制御装置は、インバータ制御方式で、編成中に5台ある台車のうち中央の1台のみが、 付随台車で、他の4台は、電動台車となっている。終電装置は2両目にシングルアームパンタグラフを1台、有する。電動機出力は1台あたり2 9 3 7 5ットで、編成全体で2 3 5 0ットとなる。最高速度は、時速1 4 0トルである。両端の先頭車は423型。 中間の2両は433型を名乗る。車両番号は、第1編成の場合で見ると、1両目から、423001から433001から433501から423501となる。3両目と4両目には500が加算される。現在423型は、フランクフルト都市圏、ミュンヘン都市圏。 デュッセルドルフ・ケルン都市圏、シュトゥットガルト都市圏で主に運用されている。ミュンヘンの S バーンは420軽車両が30年以上運用されていたため、ドイツで423型が投入された最初の S バーン路線網となった。しかし、初期の編成は2000年にミュンヘンへは直接投入されず、ハノーファーバンコク博覧会で輸送車両として使用された。 これは本来ハノーファーで使用されるはずだった424型の車両の承認が遅れ、運用開始が間に合わなかったためである。その後2000年秋から2年以内に211本がミュンヘニスバーンに投入された。420型と423型は互いに連結できないので、423型は路線ごとにまとまって投入された。2004年23本。 2005年4本の編成が増備され、2014年12月までミュンヘニ・エスバーンでは423型だけが運用されることになった。車内には一等席がない。バイエルン鉄道会社はバイエルン州とエスバーン車両の改造契約を結び、2018年3分期に最初の車両改造が行われた。 乗客の荷物を置くスペースが確保され、座席が192席から166席に減少した分、乗車人員は544人から612人に増加した。また、運行情報を表示するモニターが設置され、列車の現在位置、乗り換え情報、機械故障や遅延時間情報が提供される。両線当社には、自転車を持ち込んでいる人、 車椅子に座る人、馬車を持つ人などのための多目的空間が設置された。車内の安全性をより高めるため、キノコ型の握り棒及び袖仕切り笛の握り棒の設置が行われた。また、窓の上及び天井に照度調節の可能な LED 照明が新たに設置された。車内の改造以外にも車両のメンテナンスが行われ。 新たに塗装され落書き防止膜も備えられた。ラインマイニエスバーン路線の中で S2S6 系統は現在423型のみで運用されている。S8S9 系統への運用はこれまで稀であったが2014年8月からは平日のみ S9 系統でも運用されるようになった。2010年はじめ第444から456。 編成において、扉の安全装置の問題が解決された後、運用が開始された。2013年から430系電車と使用を近づけるための改造が行われた。総費用は約1億ユーロで、改造はハーゲンの工場で行われた。車両は新たに塗装され、より快適な座席と LED 照明が車内に設置された。扉の周りは、 視覚障害者のために、視覚、触覚面における手直しが行われ、また、車内に運行案内モニターが設置された。車椅子使用者のためのボタンも追加され、天井と内壁が新たに塗装され、そして監視カメラも設置された。多目的空間には折りたたみ座席が片側のみに設置され、反対側に車椅子、自転車、乳母車を置く場所が確保されている。 シュトゥットガルト S バーン路線の中で S1 路線の一部区間及び S4、S6、S60 系統に現在423型のみ運用されている。2013年から423型はラインマイン S バーン車両と同じく430軽電車と仕様を近づけるための改造が行われた。同年7月1日、最初の改造車両が公開された。 車両の塗装、座席の交換、LED 照明及び運行案内モニターの設置は、フランクフルトの車両と同じく行われた。2016年10月12日に、最後の改造がプロ品源の工場で行われた。一編成あたりの投資金額は50万ユーロであった。ケルン S バーンは、現在63本の423型電車を、保有している。 そのうち27本は S11 系統に投入され、車内には一等席がある。残りの編成は一等席なしで、S12、S13、S19 系統で運行されている。リンクギレ、関連タンでア S バーン・ミュンヘン、アウスガーブ6、2004、ヒンターグランド・モダナイゼルングス・プロジェクト、アンドレアス・シューベルト、S ・バーン・ミュンヘン・イント・モダナイゼルト・ズージュ・イン、ビトリエーブ・イン、 ずーっとドイチェ、9、ジュリ2018、ナツングスコンフリヒトウフローズン、ツイヒャーハイトファーベッサン。アイゼンバーンマガジン4、2010、S22、プレッシュメルドンドイチェバーンエージーハット、プレッシュミティランで RMV ハットマーカスヘフェナー、ハルプリジャー、スタートインダイノイエースバーン、アル、イン、シュトゥットガルトツアイトング、2、ジュリ2013。 S21 エインツバイテスレーベンフュアダイバウレーヘ423インディビーベルトリージョナルテールズートベストナンバー11ノーベンバー2016 S18 ありがとうございます